マジで毎日来るよ、タレコミ。マジで毎日。日刊で来るよ。紅雪は梱包ですか？そっちもないわけじゃないが、どうしようかな、これ。これどうしようかな、マジで。何もしてないです。それは嘘やろ。それは嘘。いや、じゃあそっちじゃない。まずは別から行くか。一つずつ行こう。まず、大前提として、50人クラフトの名刺があるんですよ。こちらのチャンネルですね。このチャンネルの名刺じゃないですよ。ポイントなんですけど、くん50人クラフトチャンネルの名刺ですよ。くんチャンネルの方じゃないんで気をつけてください。で、その名刺にいた人が結構ほとんどなんだけど、今回採用されたのって。そこの規約で、もうドキドキしてるやついない。今、規約でって言った時点で、もう一人ドキドキしてるやついるだろう。そこの規約で、変な外部ディスコードを作んなって規約があるんですわ。外部ディスコードっていうのは、こんなところでマイクラするのやめて他でやろうぜって言って、LINE QR コードを名刺で交換してオフで会おうとしたりするみたいな、そういうのも抑止したいし、いろんなトラブル防止のためとか、作ってる噂よくありますね。そこで、作ってるサバにいて、そこで喧嘩してバンされたやつがいるらしい。そこで。違法組織から弾き出されるみたいな。非合法組織からバンされるみたいなやつがいたらしい。おーい、タク？おーい。俺何もやってない。被告はそうしようか。検察側の話するか。もしかしたら、やってないのかもしれないね。じゃあ裁判所行こうか。じゃあ裁判所で。もしかしたら嘘かもしれないし、タレコミも。もしかしたら、嘘かも。相当な虚言だったら、まあ嘘かもしんないね。ずっと VC で知らんって言ってる。じゃあ、捜査の方を進めるね。とりあえず。違うってことなら、じゃあ安心しといてもらって。画像もあるんだけど、まあ、もしかしたら生成 AI とかかもしんないしな、まあ。ね。生成 AI かもしんなくない？ね。俺やってない。まあでもなんか違うかもしんないよ。なんでお前が知ってんの？わけわからないやつから DM が来た。なんでお前がその話知ってるんだ？オッケーオッケー。で、やってないの了解。退廷してくれ。安心して50人クラフトを楽しんでもらって構わない。いや、わからない。冤罪かどうかわかんないけど、まあなんか、かもしんないよね。っていうだけで。ずっと怖いって叫んでる。やってないなら怖くないべ。やってなくても怖いだろ、こういうの。ねえ、やってないなら全然大丈夫なはずだよ。で、次が、どうするペロムこれ。まあ、もういいか。やめとくか。ちょっと触れとくか。ちゃんと言った方がいいのかなと思ったけど、まあ、やめとくか。つけとく。つけとくか。うん、つけとこう。はい。ってことで、漬物石の下に置いときまーす。はい、じゃあ、一緒にみんな遊ぼう。一緒にみんなゲームして遊ぼうぜー。もやもやもやーもや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 あジョグジョグこんばんは。サンフこんばんは。挨拶おう。中指マジでお前、行かれてるわマジでお前。田辺みたいだなお前。うるさい田辺って感じだよ、なんか。やばいよね、こいつ。同じ VC にってやってんのやばくない？同じ VC でこれやる？普通。普通じゃないよね。同じ VC でやってんの。話それてない？いやいや、別にもう、いいよ。みんなで仲良く遊ぼうぜ。参加型に入ってやってみたい遊び選手権やろうぜ。新規深掘り企画。まあ、タレコミとかあるかもしれないけど、いろんな人の。まあ、気を取り直して。いや、何やろ、それコピペ化したんだ、それ。クリエイサーは部屋で閉じたそうか。え、あ、クリエイサーはね、いやいや、俺は作らないよ。今、バロしてる。え、てか、面してバロしてるの俺だけじゃね。え、俺だけじゃん。マジか。なんか味方のボトム貸ししてんだけど、まるでクリエイサーまで建築してる私にアピールするかのように、ジェット80、ボソ。サバ缶バロやったことあるけど、買っちゃいんかなった。あのさ、ドルピンのむっちゃかっこいいさ、新譜リリースされてたよね、なんか、カンタスケから。むっちゃかっこよかった、あれ。著作権的にどうなのかわかんないから出せないけど。あれ、かっこよかったね。よし、じゃあ、新規の人並んでください。参加型に入ってしたいこと選手権。で、既存の人は、新規にやらせたいこと選手権で。はい、ピン太郎。参加者になったら、鍵屋が作ってファンアートタグを作ろうとしたいです。ついでにドルピンから DM 来ても無視します。いやさ、俺さ、ちょっとサンフラワーマジでバンした方がいいかなと思ったことがあって、マジで真面目な話。こいつさ、
注意されたさ、1時間後ぐらいにさ、もうバロラントサーバーで遊んでたの、なんか参加勢バロサバで遊んでて、いやマジで懲りてないんだなって思って、ペニガキに楽しそうだったって言ったら、うん楽しそうだったよ、めっちゃいっぱい遊んでたとかって言って、ペニガキはバカだからそのまま言っちゃったんだけど、踏み台アート、いや反省してたよって言うべきポイントだけど、ペニガキはアホだから、あのそのままの出来事を言ってる。ペニガキは若干なんか呆れてたけど、ちなみに昨日 V した時、お前反省してるって言ったら嫌から話し中だから多分ダメ。甲状腺テストはな、まあ貢献だからな、まあそれはいい。次ジョグジョグ、同期の番を水届けたいです。あと建築、こういうやつがバンされるんだよな、こういうやつが地味な垂れ込みで死ぬんだよな。次中指、くんさんも一緒にバロカス、もうやってるくない、もうもう十分じゃない、もうやってるじゃんバロカスいっぱい、中指なんて。俺バロラントちょっと今やってないから、俺今ジオゲッサー今ハマってるから、俺今ね空前のジオゲッサーブーム来てるから、俺の中でジオゲッサーならやったるわ。ジオゲサーバーっての作ろうかな、情報共有したいな、ジオゲサーバー作ろうぜ。ちょっと別にやりたい人は誰でもね、流行らせたいな、ジオゲ。お前は絶対やれねえだろうな、バカだから。中指、お前バカだから絶対やれねえだろうな、お前とはやんねえよ。次ガンボール、いろんな画角から足を晒すこと、太ければ太いほどグッドです。は？ああ、ああ、まあ動物組だし、まあオオオオカミ、本物に書いた内容と同じでもいい？ああ、いいよ別に、みんなあんま覚えてないかもしれないし。50人クラフトのグッズを作りたい、今回はバカにされたくないからめっちゃ立派なのを作りたい。どうしよう、何がいいかな。ぬいぐるみでさ、押したらさ音出るやつあんじゃん、あの猿のぬいぐるみ作ってさ、押したらうーっていうぬいぐるみ作ろうぜ。ライム人形って作ろうぜ、ライムの声が再生されるみたいな。絶対かまん、50人くらいとグッズって言ったらそういうのだよね。まあ、まあ、著作権的にセーフなやつ。参加者のクソキモい発言を言ったら、日めくりカレンダー。あ、それあり。相田光雄のやつみたいなの作りたくない？2日目は、あの、2ダウンでしょ多分。2日目は。あの、キモい発言集めた、こう、50人くらいとカレンダーみたいなの欲しいな。ちょっとそういうの面白いかもね。ウィキから引っ張ってくれば、なんか作れるかもね。すぐ消すとかさ、面白そう。で、お前、マイクラでは何したいんだよ、マイクラでは。それは、サブプランじゃん。サブプラン。造形と建築のモチベが上がったからもっと作って活躍したい。まあ、そうだな。お前、同年代の友達欲しいって言ってなかったか？同年代の友達欲しいって言ってるけどさ、VC してんのさ、激横とピン太郎と右上でしょ？終わりだよ、もう。絶望 VC みたいなところにいないか？日替わりで人変わるから面白いのか？シラソルは、ちょっとノリ違うらしい。ちょっとノリ違うから無理だって。オオカミさん、おないだよ。あ、じゃあ俺ともか。あ、かっちゃんとも一緒。いや、この世代マジ狂ってるから、かっちゃん世代。この世代はやばいはず。何年生まれ世代だっけ？ 1998 年生まれか。あ、いやなんか1998年生まれのにやべえやついたなーと思って、知り合いにやばいやついたんだけど、誰だっけと思って調べたら、初めだった。思い出した思い出した。それはやばい。思い出した思い出した。やつだ。最近元気してんのかな。次、ツイン。ネタ、企画、建築。どう掘り下げればいいんだ？もうちょっとなんかあるだろ。くんさんに褒められたい。なるほど。次、神昴生。まあ、やっぱ弟なんだね。やっぱ弟なんだ。指毛さらし選手権と同レートだな。次、サンフ。甲状腺企画にいっぱい参加したいです。もうやらかしません。多分もうやらかしませんっていうのは やめた方がいいかもしれん。いや、もしかしたら、こうやらかした時に、もうやらかさないって言ったじゃないかって言うかもしれないから、ご迷惑かけるかもしれませんが、よろしくお願いしますの方がいい、多分。サンフ君、PVP めっちゃ強いです。PVP 勢で大活躍すると思います。じゃあ戦え、今から。あ、今からハムと戦わせようぜ、ちょっとここで。いいとこなんじゃん。まあ、DD ぐらいがいいか、先に。先に DD 行くか。DD ちょっと裸になっといて。DD 裸になって、石剣と、回復は、まあ、リンゴで。他のもの使用なしね。この石剣だけね。まあ、あと弓矢も渡すか。はい。弓矢も渡します。はい、みんな離れろ、離れろ。お前、俺に勝ったらバンするぞ。怖すぎ。はい、行きまーす。3、2、1、スタート。
あ、まだね。おお。おお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 お。まあまあ DD には勝てると。じゃあ本番行こうか。ハム、はい、行くよ。3、2、1、スタート。おー強い。おーやるやん。おーおーやるな。すごい。これなら GM9 やビッキーを告げるかもしれない。あ、確かに GM9 とかビッキーみてえだよな。ぽいぽいぽい。めっちゃ活躍できそう。ビッキーか GM9 が好きにしてみるか。サンフちょっとそれもありだよな。ビッキー GM9 せんや。トイレ行ってきていい？ちょっとポンポン痛くなった。なお腹痛かった。アッシーはもっとお腹痛いんだもんな。申し訳ない気持ちになってきたから、アッシーの質問は飛ばそう。アッシー、ごめん、休んでていいぞ。おい。で、酸化剤かき集めて廃工場を貸し切ってサバゲしたい。それってあれだよね、廃工場を借りる費用とかそういうもろもろの感じがうまいことくんさんが負担してくれたら、こうすごいトロ借りれるのになみたいな感じのやつだよね。多分うまいこと動画になればみたいな。いや、最低貸し切り人数がある。あー、じゃあ勝手にやれば嬉しいだね。畑の動画とかおもろそうだよな。まあわかる、ちょっとわかる、おもろそうだよな。まあやんないんだけど。次かっちゃん。今年建築税が多いから建築税集めて1週間で1作品作ってみてほしい。美術館に訪れるほどエグい作品ができそう。いや、難しいと思うよ。なんか合作ってむずいべ、多分。むずいよね。マイクラってさ、普通の建築とかと違ってさ、普通の建築って設計士がいて設計して、建築はその職人さんとかがやるじゃん。その建築の方がまあクリエとかないから当たり前だけど、大変だからみんなでやるんであって、一人で全部できちゃうもんね。しかもその方がいいもんな。お互いの個性をうまいことすり合わせる方が難しい気がする。あれの方がいいよね。多分建国クラフトシステム、世界観を1個提供してその中で作ろうっていう方がうまくいくよね、まだ。なんかそんな気がする。世界観の提供の方が大事。タクです。タクですさ、実は別方向から来たんだよね、タレコミ。また俺が聞いたところじゃないところから、あ、あれまだなんか今調査中ですよって来て、なんでこいつが調査してんだと思って、よくよく聞いたらそっちにもタレコミが来てるみたいで、複数箇所からこうなんかタレコミが来てるらしい。どうやら集中攻撃されてるらしい。なんかまあまあ別にね、なんか確たる証拠がないからめっちゃ恨まれてるだけかも、ワンチャン。タバサ89さん、新規全員で一人でバンされるなら誰がいいか議論してほしい。自己 PR してもいいし、他人の弱点をついても。これさ、絶対サンフになるやん。こんなんサンフになるやん、当たり前やけど。こんなんそうなるやん。まあね、わかんないからね。次、田辺。新規同士で新規のバンできるネタを集めさせて潰し合いしてもらう。もう終わってる。次、ブッダ。迷路、ゴールできないからバンかスキンと名前をゴッホにする。今思えばさ、ゴッホって多分間違いなく女だよな。女さん仕草が、なんか節々に見えてくるよね、なんか。去り際が、まあ、そうだよね。去り際がなんかこう、うおー女だーみたいな感じが。いやーなんかね、最初から女って言っとけばまたちょっと変わったかもしんないのにな。最初から女って言っとけばな。バンクラの時だったら耐性してただろうな。ビビッと。サイコさんさらし、一番臭くサイコさんフォローを紹介できたやつが優勝。それはゴッホや。次、ベノム。懺悔したいこと選手権。そりゃあるでしょ、たくさん。俺なん懺悔したいことだらけやで。ゴッホも入れてしまったし。次、コウタン。今の新規さんがね、2年後どうなってか目標を書いた手紙を書いて、2年後にその手紙を読む。確か2年前に書いた手紙があったはず。そろそろ3年後ちゃう？今年の夏で3年。楽しみだね、コウタン。2分転がし。待って、OK か判断してもらってる。誰が？誰が判断するの？検閲中。トムさんいい？いいんじゃないの？はい。トムさん。
新規のみんなにさせたい企画、ふんも考えましたが、やっぱり今回の新規相当個性のある子が入ったのね。だからさあやってまいりました新規たちの新企画、ドドンとみんなが思う川門建築コンテスト。意外と普通だった。いや別によくね、別に建築コンテストなら別によくね。何がダメだと思ったら、これ何を立てさせるつもりだったんだ。これどこに危機感を感じてたの。もっとぬってなるやつだと思った。あ、文章ね、はいはい。ぬい甲状腺マップとか作ってみたい。あーいいね。足あ、下沢の方がいいのか。下ちゃん、いやマジでこれはいけるでしょ。作らせよう甲状腺マップ。叩かれて甲状腺作るたびに病む。叩かれるか。ライムがシステム作んなきゃいいんじゃない。別にコメント欄見たら見んなよ。コメント欄とかなんで見るの。コメント欄マップが悪いだの。コメント欄見ない方がいいよマジで。喜んでるの見たくて、この甲状腺みんな喜ぶやろな、ワクワク、コメント見たろ。ライムの甲状腺微妙からやめてほしい。誰か代わりに調整した方がいいんじゃない。まあしょうがないね。次長月やんないよ、悪いけど。さすがに無茶やって。おばおは無茶。だってニート部のチャンネルであげたオーバーウォッチ、いやね、あれもね、もうちょっとね考えればよかったなって気がするんだよな。ユードンとか出すべきじゃなかったよね。まず言うともっとね面白い人出すべきだったかもしれん。カエル・トーマス・アサヒ・ラーバやで。厳しいって。一人やっぱいないとな、やばいやつ。私は方眼よ。は？あ？全部間違ってない。陸上競技それエーペックスだし大砲じゃね。全部間違ってる。確かにナッシーいたらやれてたな。やっぱナッシー入れないとダメだったな。はい、いいよナッシー。えぐい建築税増えたし、装飾の仕方と造形のコツとか共有するガチ建築講座をしてほしい。50人からと全体の建築力を底上げ、マイクラプロフェッショナルグループへ昇華しよう。ナッシー簡単な方法がある。何もできない役立たずをバンして建築税入れれば終わり。別に成長させる必要なんかない。やり立たずを全部バンして、建築できるやつ入れれば済む。そんなこと必要ない。もう荷造りしといた方がいい。チュッパとか一部のやつは。はい、ジン。チャットが苦手なのでポリゴンさんみたいな感じか強制 VC がいいです。え？強制 VC って何？話したくないってこと？チャットしたくないってこと？ VC をつけたい。え、やだよ。キモいじゃん、声。声キモいでしょ、絶対。無理だと思うよ。ゴッホになりたいってこと？ピンタロウのあの声出しした動画とか見てみな。多分やばいよ、多分。とんでもないことになってるよ、多分。コメントすごいことになってるよ。なんだろう、ここから VC をして成功するコースって、声が大塚明夫に激似みたいな感じじゃないと無理。ここからいきなり VC をして成功するコースはもうそれしかない。もう大塚明夫やお前みたいな VC じゃないと無理。それだったらまあなんとかなる。あとはトルピンみたいな感じみたいなじゃないと、もはや無理。なしでいいです。こいつ入れたの間違いだったか。バンする、リコールするか。これ声聞いたけど微妙だったね、やめとこうって。悪魔おるってマジで。なんか普通の男性って感じ。あ、じゃあダメだな。でもタコツボ建築できるで。よかったな、建築があって。建築でもう全て助かる。でも丸々作れるよ。突破アルゴンなんて1個目しかできないのに。次ピン太郎。私が参加者になってやりたいことは、まずツイッターでうぞうむぞうの喫茶師を統率することだ。その後ベルガマ装置を超える最強の参加者になろうと思う。いや別にベルガマ装置は参加するだけで超えれるんよ。ベルガマ装置は参加だけでいい。いなくなったから別に自主的にあの人だから、もう参加してるだけでベルガマ超えるんよね。次マイク。アンチコメを晒し上げていただくより手のひら返しさせたいです。コラムとかエッセイとか長文が得意です。配信とかもしたいです。あ、でも声出しはもったいないですから控えてます、バカ。うわぁ。次。新規に既存参加者の中でこいつよりは上だなって思ってるやつを理由とともに発表してもらう。それあり。それはありかもしれん。次。セナ太郎。バロ新規 vs 既存の参加勢。落ち葉ありルール？落ち葉ありルールこれ。でも落ち葉いないからな。落ち葉の友達も連れてきていいですか？それプロゲーマー来るって。待って、既存でチーム組むなら？でもあれだよね。だって、イモータルとかいるもんね。デデ、サンド、二重和語、ディディ、シンゴか。
露骨なバランス調整、ファケボ、新規みんなで50人チャンクボリ、50人クラフトで露天ボリしたことないやつはモグリ。あー、そろそろ直下ボリするか。うん、あり。次やにゃ、新規で50人クラフト常識クイズ。あ、それやろう、後でやろう。それやる、次やる。もう神構成、1ヶ月爪の赤を貯めてティア表を作る、優勝者はクーさんに自分の爪の赤をプレゼント。マジでもう終わってるよ。コウタンが増えただけ。マジでわかる、それわかる。なんかね、コウタンが増えた、なんかコウタンが2匹に増えただけ。チュッパ、人数増えた、なんかノリ違くね、なんかノリ違くね。チュッパ、厳しいって。お前朝からエイペックスやってるだろ、もう厳しい、無理だよ。1日何もできなくなるよ、お前そんなことやってたら。無理。3分危機感を持った方がいいって。いや、3分やな、危機感持った方がいいのは。傭兵、露天掘りでギネスを目指す。そんなギネスあんのか。ピンタロウ、 ADHD アスレ耐久。いやね、あれ死人が出そうだからね、あれ怪我人が出そうで、ドクターストップかけなきゃいけないから。でも次やると行くと思う。なんかさ、あれにする、12時間 ADHD アスレして12時間休憩っていうのを繰り返す。だからそれの方がひどくない、でやばくない。もうなんか無限にやらなきゃいけないみたいな、知らない範囲の拷問が続くみたいな。まだずっとの方がいいはずなのに、拘束日数がめっちゃ増えるみたいな。まあ14時間じゃないか、14時間 ADHD アスレして10時間休憩、16時間やって1時間後に起きてもらう。その間他の参加にも殺人嫌いって、マジ。いや、まあそれはね、しょうがないよね。いや、大丈夫大丈夫、あのニットまで出てるやつね、大将ないやつ多いから多分無理だと思う。耐久できそうなやついない、大体飽きて死ぬようなやつ多いような気がするから大丈夫。そこは次、ワードルド、ハブサバ飽きたし新しいサバイバル始動。それや、ということで新サバイバルやります。モッドでちょっと遊びたくね。ハブ別に作らないとじゃない、ハブサバ選手権するか。じゃあ建築企画で別にしよう、ハブサバ選手権やりゃいいじゃん、また別で。ということで、ジジイ。